10月期の定例記者会見を行います。発表事項につきましては市長からお願いします。はい、今日は新しい質問なんですけども、まず発表事項5件ということで、まず1件目ですけど、どうぞ。大畑漁港の朝市の開催についても発表させていただきます。津軽海峡に面する水産業の町大畑で、大畑の朝うまい、これを目指し、むつ下北を元気にするべく、10月13日、午前6時から、大畑漁港朝市を開催したいと考えております。夜明けとともに開場するこの朝市では、取れたての活魚、それから野菜、一番野菜ですね、海峡サーモン、カツイカのスペシャル海鮮丼を販売するほか、飲食ブースも多数出店する予定となっております。初開催のセレモニーの後には温かい振る舞いも用意してございますので、ご家族、ご友人に誘い合わせの上、ぜひ皆様にもご参集いただきたいと思います。はい、1件目は以上です。2件目は下北ジオパークイン上野動物園についてであります。下北ジオパーク推進協議会では、公益社団法人むつ市観光協会様と連携して、10月12日と13日、土日の開催で下北ジオパーク in 上野動物園を開催したいと考えております。上野動物園での復元の猿の展示は来年1月で10年目を迎えることとなりました。この節目を記念し、全国各地から来園するお客様に、下北の豊かな自然が生み出した景観美や食をはじめとした下北ジオパークの魅力を PR するイベントを開催し、下北ジオパークへの誘客促進、下北ジオパーク認定商品の普及を図ってまいりたいと考えております。また、下北ジオパークの魅力だけではなく、東北ジオパークあるいは全国ジオパークの PR ブースも設ける予定であり、全国のジオパークの魅力を PR して、日本におけるジオパーク活動の理解促進にも取り組んでまいりたいと考えております。イベント期間中は3連休でもありますので、ぜひ皆様もお近くにいらっしゃる方にお声掛けをいただいて、お出かけしていただきたいというふうに考えています。以上です。続きまして3点目、おすん今日そうなの。続きまして3点目ですけれども、ランナーズビレッジ脇の沢モニターツアーについてであります。2020年のオリンピックでマラソンの方もですね、新しい大会があって大変盛り上がったところでありますけれども、下北ジオパーク推進協議会では昨年度より脇の沢地区の皆様方とともに、全国に900万人、いるとも言われている、ランニングを趣味とする方をターゲットとした脇の沢らしい食や体験とランニングを組み合わせた新たな観光コンテンツの造成を企画してまいりました。この度ランナーズビレッジ脇の沢モニターツアーと題しまして、10月19日から20日の2日間の行程で開催することになりました。このツアーではランニングはもとより、下北ジオパークの見どころである貝島などを見学する漁船ツアーを行うほか、ランニングの休息所では脇の沢の食や地域の住民の方々との触れ合いが体験できるものとなっております。当日は北東北や首都圏からのご参加をいただくほか、ランニングインフルエンサーのゆうさんという方にお越しいただく予定となってございます。ランニングコースのその開発を契機にですね、むつ、それから脇の沢の新たな魅力の発見にもつながると考えております。下北ジオパーク推進協議会では今後も地域で潜在的に眠っている資源を新たな価値としてコンテンツに変える取り組みを進めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。4点目ですけれども、夜景サミット2019 in 静岡ということで、10月18日に静岡市で開催される夜景サミット2019 in 静岡に、来年度の開催都市としてむつ市も参加し、来年度の参加を皆さんに呼びかける活動をしてまいりたいと考えています。むつ市の夜景は日本夜景遺産、それから日本100名月に認定されており、来年度夜景サミットと名月サミットが都市で同時開催されることが決定しております。夜景、それから名月というものは夜の重要な観光コンテンツであります。夜景の輝きを次世代まで守り続けるための当市の活動を紹介し、アゲハの夜景を全国に PR できることは、当市の交流人口の増加に大いに期待できるものと考えてございます。最後5点目ですけれども、いよいよ、この子の出番なんですが、
かわいいロボポンには旅をさせよ、インムツシについてであります。この度、シャープ株式会社さんがおそらく日本初となる、自分が所有するロボットが自分の代わりに旅をするツアーを再興するプロジェクトを立ち上げ、その最初の旅行地としてムツシの誘致が決定いたしました。この新しいプロジェクトでムツシを選んでいただいたことは大変光栄であり、ムツシを世界に発信する機会をいただきましたことに感謝しているところでございます。ありがとうございます。主といたしましては、まずオーナーの皆様の大切なロボホンにムツシを存分に楽しんでもらい、その体験が将来的なオーナー様のリアル旅行につながっていくことを期待しているところであります。プロジェクトの詳細につきましては、ロボホンにご説明いただきます。それではロボホン、お願いいたします。